皆さん、こんにちは。メリエお茶の加瀬子と申します。脱毛サロン大手の銀座カラーが突然破産して、これに関してですね、非常に素晴らしいことを言っているのが青白王子でして、高額先払いは危険だということを言っています。これって結局、高額コンサルや高額セミナーも同じですよねということで、この銀座カラー突然破産問題は、高額先払い商法という観点から、高額産コンサルも同じじゃないかという観点で、解説をしていきたいと思います。この脱毛サロン銀座カラーなんですけれども、過去にはですね、通いたい放題40万円とか、脱毛し放題30万円。で、これ、こんだけ先にお金払えば、もうずっと通いたい放題なんだって言って、例えば30万払っちゃった、40万払っちゃった、まだ2回しか行ってません、それで潰れちゃった、お金返ってきません、ふざけんなってなるじゃないですか。でも、これに関して、要は、こういう商法良くないんじゃないかっていうのが、青白王子が言ってるんですね。これ、すごいまともなことを言ってて、この青白王子がツイッターでですね、高額な先払いは危ないんだと。先払い商法はホストの売りかけと同様で禁止すべきだって言ってるんですね。要は消費者に先に払わせます。40万とかね、なんか10回回数券とか買わせる。だけれども、そこが突然潰れちゃったらもう絶対返ってこないじゃないですか。だからそういうのってやっぱちゃんと一回一回にすべきなんじゃないかっていうのは当然だと思うんですよね。まあ、いわゆる月謝制とかだってそうじゃないですか。その月になったら払う。その月になったら払う。で、ね、やめられる。だけれども、半年とか1年とか縛っちゃったら、もう、いや、途中でやめられないし、そのね、途中で潰れちゃったらどうすんだみたいなことになるわけじゃないですか。で、これ実はですね、ぼったくり高額コンサルも同じなんですね。もう本当に信じられないんですけど、その半年コースのコンサルとか、1年コースのコンサルとかに、先払いで数十万とか数百万とか払っちゃう情弱さんがいっぱいいるんですよ。だけど、これだって一緒ですよね。だって、高額コンサルに、じゃあ1年コースです、100万円ですって払って、でもその高額コンサルさんが、いや、なんかね、病気になっちゃったりとか、いや、なんかどっかいなくなっちゃったりとか、まあ、それこそ病気とか、まあ、亡くなっちゃったりとかっていうこともあるわけじゃないですか。で、先払いして100万払ったけれども、その高額コンサルが途中どっか行っちゃったとか、なんか事情でみたいになって、2回しか受けてないのに100万取られてもうお金戻ってこないみたいなこともあり得るわけじゃないですか。で、結局先払い商法って、まあ、その結局その先にもらって、その人がね、ちゃんと義務を履行できるのかがわからない。で、これが少額だったらまだいいと思うんですよ。まだその1000円とかね、1万円とかそのぐらいだったらいいと思うんですけれども、あとはその先払いって言っても半年とか1年とかじゃなくて、まあ1、2ヶ月先ぐらいだったら、まあそんなに変化はないよねと思うんですけれども、まあ半年とか1年とかいう期間が長い中で、しかも数十万、数百万になると、やっぱり消費者が圧倒的に不利ですよね、ということだと思うんです。で、その高額コンサルに関しても、この銀座カラーと一緒で突然破産しちゃったりね、突然いなくなったり、突然蒸発しちゃったら、もう戻ってこないわけじゃないじゃないですか。で、しかも銀座カラーみたいに、その、ね、全国にその店舗を展開しているような店じゃなくて、個人コンサルなんてどこでいなくなったって分かんなくなるわけじゃないですか。まあ、そういう意味で、高額な先払い商法というのは消費者に不利で、その先にもらっちゃって逆に優位な立場にその、ね、サービス提供側が立つという構図になっているので、これは確かに本当に青汁王子の言う通り、やめさせた方がいいと、そんなの、ね、ホストの売りかけと一緒だというのはもっともなんじゃないかなと思います。というわけで、この脱毛サロン銀座カラーの突然破産に学ぶ個人事業主の皆さん、先払い、高額の先払いは危険です。半年コースとか1年コースの高額コンサルとか受けないように、こういう問題だってあるわけじゃないですか。払ったけれども、いなくなっちゃった。払ったけれども、その人が破産しちゃったみたいなのね。で、サービス提供できません。病気になっちゃったっていうこともあるので、高額コンサルで高額先払いは受けないように。で、先払いして、例えばその、もう対価がすぐにもらえるんだったらいいですけれども、それがその1年後まで続くようなことだったら、月々払えばいいじゃないですかっていうことなんじゃないかなと思います。